皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はエレキギターの教科書ということで、今更人には聞けないような、なんかエレキギターのパーツの名前とか、なんかこの基本的な使い方とか、そういうのをですね、一緒におさらいしていければなと思っております。ぜひ皆様がお使いのエレキギターをお手元に用意していただいて、こういろいろね、いじったりとかしながら、そういうのもあるんだ、知らなかったなみたいなこともあったりとかすると思うんで、一緒におさらいをしていきましょう。そんな感じです。頑張ろうぜ。イエー。とりあえず、まあ、いろんなタイプのギター、いろんな種類のギターがあるんで、一概にこうとは言えないんですけれども、基本的にエレキギターは、つまみって呼ばれるパーツと、セレクターって呼ばれるパーツから構成されていることが、まあ、ほとんどです。で、このつまみは、僕みたいな、これ、2個のギターもあれば、3個のギターもあるし、4個のギターもあるし、で、逆に潔く1個しかないギターとかもあります。で、セレクターも、僕のギターはこれね、1段階、2段階、3段階と、この 3way って言い方するんですけども、3方向のものですが、ギターによっては 5way、5方向のものもあったりとかします。この辺はね、ギターによりきりなので一概にこうとは言えないんですけども、まあ覚えておいてほしいのは、基本的につまみっていうものとセレクターっていうもの、この辺にあったりとかもしますね、から構成されているというところでございます。で、この辺のつまみとかセレクターとか何のために存在するのって思うじゃないですか。で、まあ、もちろん当然のことながら、その使い分けをしたりとかするんですよ。なんか音色を変えたりとかするんですけれども、まあ最初はですね、もう訳がわからないと思うので、もう、バッと決めます。つまみは時計回りに止まるまで全開。セレクターは外側に全開。これがまあね、基本のポジションと思っていただいて差し支えないです。で、しばらくね、これでこうガーッと練習していって、で、ある程度上手くなったりとかさ、ある程度フレーズがこう広がったりとかすると、ちょっと違う音出したいなっていう時がね、来るんですよ。その時に、ちょっとこのトーンとかセレクターとかにその手出してみればいいだけであって、基本的につまみは全部全開、そしてこのセレクターは外側に全開。これでまあ基本的に問題はないです。で、せめて、ちょっとこの覚えておきたいのが、ボリュームというつまみがあるということです。ボリュームって書いてある時もあるんですけども、まあ書いてない時もあります。これ書いてないです。で、こういう時はですね、どういうふうに判別したらいいかっていうと、基本的にまあね、2つしかない時はですね、片方がボリュームで、片方がトーンっていうつまみなんですけども、まあ、とりあえず全開にしてみますよね、全開に。で、これでアンプにつなげて音を鳴らしてみます。そうするとまあ音が鳴るはずなんですよね。で、とりあえずね、回してみる。回してみて、音が消えたら、それはね、ボリュームです。で、回してみて、音が、こんな感じで仲間モコモコしたら音が消えるんじゃなくて、モコモコしたらそれはね、トーンっていうつまみです。トーン、トーンって何やねんって話ですよね。まあ平たく言ってですね、そのトーンを絞ると、この半時計回りに回していくと、半時計回りに回すことを絞るって言い方するんですけども、絞っていくと音がねモコモコします。で、これいつ使うのよって話なんですけども、まあね、ジャズとか、ちょっとこの洒落たソロとか、なんかこう、ね、なんか R&B みたいな感じの、ちょっとこの洒落た時になんかこうね、あの、トーン全開だとパキパキしすぎる時があるんですよね。そういう時にちょっとこうね、メローな感じにするためにトーンを絞ったりとかするんですが、その必要性を感じなかったら基本的に全開で OK です。むしろ全開の方が元気いい音とかするんで、もう全開でいきましょう。全開です。で、ボリュームは、ですね、覚えておいてほしいのは、もう0か100で使えます。0か100。ギターを弾くときは、もうね、こうね、全開にしましょう。で、全開で練習しましょう。で、もう、ちょっとでもギターを弾き終わったらね、このね、0にするんです。ほんと、ちょっとでも。もう弾き終わったら、まあ、こんな感じかなみたいな、もうこういうノリで、本当もう弾き終わったらね、もう即ゼロにしましょう。即ゼロにします、ボリュームは。で、この状態でこうね、ギターを弾いても音が出ないという状態を作るんですけども、ですね、やり方としては、この小指側のこの側面を使ってこうね、撫でるようにゼロにしたり100にしたりとかします。こういう感じ。人差し指と親指でこう持ってもいいんですけども、こうするとね、こう何周かしなきゃいけないんですよね。これはこれちょっと大変なので、一瞬でこうペッていけるように、この小指の側面とか、
他の指とかでこうね鳴らすように撫でるようにして、0と100を使い分けていきましょう。これちょっと何回かねこのクロコロコロって、繰り返し練習していれば、まあ、5分10分ぐらいで、ね、すぐできるんじゃないかなと思います。で0の状態にしてなんか喋ったりとかセッティングしたりとかして、でギターを弾こうと思ったらこう、ね、100にして、ですぐにこのずらす、戻すと、こんな感じの癖を、ぜひつけておいてくださいませ。これ何に役に立つかと申しますと、まあ、もし今後皆様がなんかこの文化祭とかさ、なんかこのコピーバンドとかでさ、まあ、でっかいスタジオに入ってこうでっかいアンプでこう鳴らす時が来るとするじゃないですか。エレキギターってすごいこうねノイズが出やすい楽器なんですよね、もしくはそのちょっとこのコーンって当たっただけで意外と音が出るんですけども、家で小さい音で練習している分には特に問題ないんだけれども、スタジオとかにいて大きいアンプででかい音で鳴らしていると結構ねこれだけでもね爆音がねボーンってなるんですよ。でハウリングとか起きるとねすごいめちゃめちゃ耳障りだし、なんかメンバーの方とねこう喋ってたりとかするときにノイズがすごいこうね邪魔しちゃったりとかするので、そういったことを防ぐためにもう日頃からボリュームをゼロにするっていう癖を早い段階から、つけておきましょう。これ癖にしてしまうとね、別にその意識しなくてもすぐにこうねベーッと絞れるようになるので、ボリュームをすぐにこう絞る癖を練習しておいてくださいませ。でその次ですね、レスポールタイプみたいなこのねノブがつまみがね4つあるギターだとね、そのボリュームが2つあったりとかね、そのトーンが2つあったりとかするんですけども、まあいろいろこういじってみてください。特に変化がなければ、あこれは今は使わなくてもいいんだなって思っていただければ大丈夫です。音がモコモコしたら、あこれトーンなんだなと、で音が消えたら、あこれボリュームなんだなと思っていただければ、OK です。でその次に覚えていただきたいのがこのつまみってやつですね、あつまみじゃねえセレクターってやつです。僕のギターの場合はなんでこの 3way かっていうと、ピックアップっていうこの音を拾うパーツが2個しかないからなんですよね。外側にするとリア、お尻ですね。リア、お尻。といって、こっち側のピックアップの音が、鳴ります。まあ、鳴るというか、出るというか。こっち側のピックアップは無効になるんです。こっち側のピックアップだけの音が出力される。で、これを真ん中にすると、両方、のピックアップを使って音を出力します。で、これをフロントって言い方するんですけども、真ん中、フロント、真ん中にすると、こっち側だけで出力をするという状態になります。で、これ、どういう音が変わるかというのはですね、もう言葉で説明するよりも、ね、聞いていただいた方が早いかと思います。もう鳴らしてみてください。もうね、リアだとね、ちょっとカラーっとします。で、センターだと、ちょっとこの、ね、なんかザラザラするというか、ポワッと感じがします。で、フロントだと、ちょっとこの甘くてモコモコした感じというか、ちょっとこのファットな感じの音がします。こんな感じの違いがあります。別にこれね、つまみをねバーッと変えてもですね、別に壊れないからいろいろとこういじってみてください。ストラトタイプのギターみたく 5way の場合はピックアップが3つあるはずです。その場合は外側がリアで、真ん中がハーフトーンって言い方するんですけども、このリアとセンターとフロントのピックアップのセンターとリアのハーミックス、ハーフトーンが出ます。で、もう一個こっちに持っていくとセンター。で、もう一個こっちに持っていくとセンターとフロントのハーフトーン。で、こっちに持っていくと、フロントのみ。っていう感じになります。この辺の音はですね、そのどれを使わなきゃいけないってことは特にないです。けれども、最初ね、初心者のうちとかね、結構そのパワーコードでガツガツとかさ、まあコードでジャカジャカっていうことが多いと思うので、一番さっぱりした立ち上がりのいい音である、リアをチョイスしておくと良いんじゃないかなと思います。ので、そんな感じでですね、とりあえず基本的につまみは全部その、ね、前回、12日というか、その時計回りに全開にして、で弾かないときはボリュームをゼロにしておく。で弾くときはボリュームを全開にしてやっていく。で、セレクターは常に、リア。っていう風に覚えていただくと良いのかなと思います。そんな感じでこの辺のつまみ、エレキギター特有ではあるんですけれども、そういう風に覚えておいていただけたら、幸いでございます。興味が出てきたら、まあ、いろいろこのねいじくり回してこねくり回していろんな音色を楽しんでみてください。別にどれにしてもね、そんな、ギターが壊れたりとかアンプが壊れたりとかすることはないから、興味があったらいろいろとねわーっとこねくり回してみると良いのかなと思います。そんな感じでございます。で今ちょっと今日お話しさせていただいたのは、まあ、つまみっていう単語と、セレクターっていう単語と、ピックアップという単語。そして、お尻側がリアっていうピックアップ。で、この真ん中ら辺がフロントっていうピックアップ。
で、このギターはないけどもセンターってものが、存在するものもあります。で、それぞれこの、ね、フロントとリアの、ね、ミックスは、ハーフトーンって言い方をするっていうことと、まあ、センターというフロントの場合もその、ねハーフトーンって言い方をします。2つ以上のピックアップを、ね、混ぜることをです、ね、ミックスじゃなくてハーフトーンって言い方をするんですけども、そんな感じです。いかがでしたでしょうか。そういったところですね、ちょっと覚えておいていただけると、今後練習するときにすごく良いかなと思います。以上でございます。今回はある程度のギターのパーツの名前とギターの操作の仕方でございました。はい、何かまたご意見とかご感想とかリクエストとかありましたらバシバシとコメントに残していただけますと幸いでございます。そんな感じで今日の動画も終わりにさせていただこうと思います。他の動画を見たい場合はですね、その概要欄の方にですねわーっとリストをまとめておりますので、もしよければですねいろいろとまた別の動画もチェックしていただけますと幸いでございます。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画をお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね、ハーフトーン